中京競馬場第9競走は長良川特別4歳以上2勝クラス芝 2200m 混合戦メンバー10頭です。スタート点4コーナー近くにありますポケット待機所の前のポケットからのスタートになります。ゲートインは順調に進んで今レターオンザサンド最後にナオミラヒネです。10番ゲートこれから誘導を受けて収まります。ナオミラヒネが収まります。スタートしました。さあ先行争いです。徐々に隊列が崩れて正面サンド前です。まず間からすっと今ブラックジェイド出を伺います。坂を駆け上がります。2番手集団固まって内3番のダブルフラット外からは5番のレターオンザサンドが行っています。さらに外からは7番のドリームスピリットが息を上げて方位そしてその直後には内6番のスマイルさらに内から4番のフライライクバードちょうど集団を進んでいます。2馬身馬群が開いて10番ナオミラフネダンシングリッチ1番のコトリステディス最後方からレースを進めるのが8番のブリーズ鈴鹿1コーナーからこれから2コーナーへ入るところまずは9番のブラックジェイドが先手を奪っています。リードは3馬身2番手5番のレターオンザサンドがつけています。3番手7番のドリームスピリットが追走です。内体半分差6番のスマイルが追走さらに内からは半分差3番ダブルフラットが続いて2馬身から3馬身開きました。4番フライライクバード集団ポツンと進んでいます。その後方は2馬身差2番のダンシングリッチが追走して内からは半分差詰めていった10番のナオミラフネ後方から2頭目には1番のコトブキテティ最後方からレースを進める8番のブリーズ鈴鹿です。さあ向こう方面の中ほど通過各馬がこれから3コーナーを迎えるところです。前の争いですがブラックジェイドが逃げています。9番ブラックジェイド先頭リードは現在2馬身半2番手5番のレターオンザサンドがつけています。3番手集団固まって外目から6番のスマイル首を抜かしてわずかに3番手そしてその3番ダブルフラットあとは4番のフライライクバードがその後につけています。そしてその外目をついては2番のダンシングリッチ以下第4コーナーカーブから直線コースへと向かってまいります。現在レターオンザサンドが先頭となって残り400を通過しかし外からスマイル2番手から前に並びかけますがその外から4番のフライライクバードが1回を通過今度は先頭と変わりました。先頭は4番のフライライクバード坂を駆け上がりきってさあ残りラストスタート2番手ですが6番のスマイルがつけています。そして3番手争いに各に10番のナオミラヒネ加わってくる。先頭は突き放した4番のフライライクバード5位2着は6番スマイル3着には最後10番のナオミラヒネが変わって上がりました。勝ちましたのは4番のフライライクバード集団ポツンと足をためて直線は力強く抜け出して快勝です。4番のフライライクバードは福永雄一騎士の手綱クリーンヒーロー3区です。そして2着には濃い追走からレースを運んだ6番のスマイルそしてその後ですが3番手ヘターオンザサンド粘るところ最後10番のナオミラヒネ勢いよく伸びて単独の3番手を確保しています。勝ちタイムが2分11秒2です。上がり 800m は48秒0 600m は35秒8です。中京競馬第9競走は長良川特です。4番フライライクバードそして6番スマイル10番ナオミラフネ上位3頭はこの順です。4着は5番のレターオンザサンド5着は3番ダブルフラット以上中京競馬第9競走長良川特別でした。中京競馬場第10競走は特別の2番手勾配ステークスです。芝 1400m のリステッド競走3歳オープン牝馬限定向こう上面の右手やや引き込まれたところからのスタートになります。距離を詰めて臨む陣営そして伸ばして臨む陣営そして 1400m からここに臨んだ陣営この勾配ステークスリステッド競争スタートしました。バラついた中スタートは7番のエモーシャトルが切りました。
しかし外9番のアールラフターイズランとばかりに並びかけます。その後ですが内4番のジャカランダレーン、外10番のオンラインドリームと行為を形成していきますが、間をつくようにスルスルと6番のソングラインもこの争いに接近。その後無駄審査、外の11番のリンゴ飴、内からは8番のマラスリッキーが追走、あとは内1番のジュラメント、外5番のプンリが追走しております。そして後方の2頭ですが内2番のルチェカリーナ、外3番のシャーレーポピーという体制です。さあスタートしての600は33秒5で入っています。3、4コーナー中間点へとかかります。7番の MO シャトルが先頭です。リードは4分の3馬身。アールラプチャーが2番手の位置、内4番のジャカランダレーンが3番手から2番手へと接近。さらに外目をつきましては6番のソングラインが行っています。オンラインドリーム。さあ、第4コーナーカーブから直線コースへと向かってまいります。MO シャトル、そしてアールラプチャーが今度はドラの2分どころ先頭か。さらに外からはリンゴ飴、そして内を狙ってジャカランダレーンです。そして間をついてスルスルと今度は6番のソングラインの前に伸びてくる。さあ多少上がりきって今度は抜けた6番のソングラインが先頭だ。後続を突き放す2馬身3馬身、そして2番手の位置ですがダラクリスティーヌ、外から2番のリテカリーナ、ソングライン合流、6番のソングライン、これは快勝です。多いから運んで直線は後続を突き放しました。6番のソングライン、これは快勝です。イズナのサウス、鞍上クリストフ・ルメール、そして2番手ですが間から8番のララ・クリスティーヌ、よく伸びて最後外からルチェ・カリーナ、よく伸びたんですがわずかに伸ばず3番手と思われます。優勝すれば第1ラウンド勝ちタイム1分20秒6、勝ちタイムは1分20秒6です。上がり 800m は47秒1、 600m は35秒6です。最後は後続を突き放す快勝でした。6番のソングラインです。ズナの3区、2着8番のララクリスティーヌ、3着は2番のルチェカリーナ、4着4番ジャカランダレーン、5着は9番アールラッサーで本日を始めております。以上、最高峰の南方東京東大ステークでした。中京競馬場第11競走は第58回農林水産省賞典愛知杯 G3 牝馬限定芝 2000m の競走です。ハンディキャップ競走、正面スタンドやや左手、4コーナーから直線に入って坂の途中のスタート地点になります。ウラムスチャームなど促されます。そしてレッドアッセル、そしてサドウダムジェル、サガノアスワード、サドウ数18頭フルゲート、最後に18番のマジックキャッスルです。全馬ゲートに収まります。係が離れてスタートしました。揃いました。さあ先行争いです。まずリアンドル、ウィンマイティ、あるいは1番のドナルデルタなどインスタートを切りますが、徐々に隊列崩れていきます。外から17番のナルハヤが行きます。しかし内譲らんとばかりに3番リアンドル、そして3番手の位置に6番のタガノアスワード、4番手3馬身差10番サトノダムデルが追走しております。その内にコースを取った2番のウィンマイティ、各馬1コーナーカーブし終えて2コーナー、3番のリアンドルが先手を奪って1馬身半のリード、2番手17番ナルハエです。3番手6番タガノアスワード、前3頭からは5馬身以上馬群が開いて10番のサトノザムゼルが4番手の位置を進んでいます。外からはシゲルピンクダイヤ、内8番のサマーセント、サガナク並んで追走しております。そしてこの圏内には内から2番のウィンマイティ加わって、外目から行くのがさあリンディーホップあるいはラングリングアレー固まっています。そしてその2馬身後方ですがゼッケン9番カセドラルベルが追走しております。そしてさらに1馬身後方18番のマジックキャッスル、中段から少し下がったところ、あとは遅れました1番のロナウデルタが中段ポツンと進んで、そしてその後の集団ですがわずかに外12番のレッドアッセルが行っています。そして現行暗示内ゼッケン5番のセンテリューは中段からやや下がったところ、2馬身後方ですが13番のアブレイズが行っています。外からずっと7番のサートノガーネット、その後に4番のウラムスチャームという体勢です。各は3、4コーナー中間地点、残り600を通過。さあ先行3頭のリードが徐々になくなって
まってまいりました。前を行きます3番のディアンドルのリードは現在1馬身、ナルハヤは2番手ですが後退していく。変わって外からはタガノアスワード、そして外からはずっと上がっていったシゲルピンクダイヤ、シゲルピンクダイヤが足を伸ばしてくる。そしてさらに外からはさあマジックキャッスルリンディーホップ、ピンクの帽子2頭が接近してくる。間をつきましてはさあランブリングアレ、ランブリングアレ、シゲルピンクダイヤ、大外をつきましてはゼッケン13番をつけましたアブレイズ、そしてウラヌスターンも足を伸ばしてくるが前の争いですが後ろ離れての後方ランブリングアレ、そしてマジックキャッスル並ぶように合流。わずかにどうでしょうか、マジックキャッスルか、14番ランブリングアレーの食い下がり、しかしわずかに18番のマジックキャッスル、戸崎、平田騎手、制したように見えます。そして内は14番のランブリングアレー、内外と離れての争いでした。そしてその後の3番手の争いですが、4番のグラニスタームあるいは13番のアブレイズ、この辺りで争っております。最後の最後、制したのは18番マジックキャッスル、戸崎啓太騎手の手綱、初の重賞制覇になります。これまで3度の重賞2着というのがありましたけれども、念願の重賞制覇、この愛知杯で決めました。タイムは1分58秒7、上がり 800m は49秒0、600m は36秒4です。14番ランブリングアレを最後の最後、18番のマジックキャッスルかわしきっています。そして内14番のランブリングアレが2着、3番手争い接戦です。4番のウラヌスチャーム、そして13番のアブレイズです。この2頭の3着争いは接戦、そしてその後の5、6着争い、前走アンジュにハトノガーネット、これも接戦。中京競馬第11競争、今日のメインレース第58回農林水産省商店愛知杯 G3、 制したのはディープインパクトスタンク、マジックキャッスルです。1着18番マジックキャッスル、2着14番ランブリングアレー、3着4着5着6着、写真を持って判定いたします。以上、中京競馬第11競争愛知杯でした。